ピエール・エミール・コルト・ホイビュアは、デンマークの首都コペンハーゲン出身のサッカー選手。ポジションは MF。トッテナム・ホット・スパー FC 所属。デンマーク語発音に近い表記は、ピエール・エミール・コルト・ホイビア。デンマークの BK スキョリユースでキャリアをスタートさせ、2007年に FC コペンハーゲンユースに移籍。2009年からは、ブレンビー・イフユースでプレーした。2012年に、 ドイツの FC バイエルンミュンヘンに移籍した。2013年4月13日、1FC ニュルンベルク戦にジェルダン・シャチリとの交代途中出場でプロデビューを果たした。17歳と251日でのデビューはバイエルンミュンヘンでのリーグ戦最年少デビューとなった。2014年4月5日、ブンデスリーガ第29節の FC アウクスブルク戦で左 MF として、 リーグ戦初先発出場を果たす。2015年1月7日、FC アウクスブルクにレンタル移籍した。移籍期間は半年。2015年8月31日、シャルケレイ4にレンタル移籍した。2016年7月11日、サウサンプトン FC に移籍した。契約期間は5年間。2020年8月11日、 トッテナムホットスパー FC と2025年までの契約を結んだことが発表された。デンマーク代表として各年代でプレーし、2014年5月28日のスウェーデンとの親善試合で A 代表デビュー。同年9月7日の UEFA ユーロ2016予選アルメニア戦で代表初得点を挙げた。母国デンマークのメディアで父親が胃がんを患っていると明かした。 同選手は、ジョゼップ・グアルディオラ監督が、自身の話に涙を流し、サポートしてくれたと話している。ありがとうございます。